さあキヨさん、はい、すごい山奥に来ています。高い高いよ、これ落ちるよ下。怖い。まあね、こんな山奥に来て今日は一体何をするんでしょうか。はい、トゲトゲ、わチクチク、ね、甘い。なんで飴とムチみたいな感じですけど、まあでもやっぱこの時期なので、はい、秋栗ですね。うわ、正解。もうこれね、今一瞬ボケようか迷ったんですけど、これは栗だなとピンときました。はい、じゃあ栗拾いを今日していくということで、はい、やっていきましょう。じゃあもう早速その辺に落ちているやつをこうパッパッパッって取っていく。いやー、てください。やっぱりね、プロの方の取り方を伝授していただきましょう。やっぱそうですよね、必要ですよね。はい、はいはい、じゃあ早速、じゃあプロの方をお呼びしましょうか。はい、片山さん。はい、はい、ということで、はい、プロの方の登場です。はい、はい、じゃあ片山さん、今日はよろしくお願いします。はい、こちらこそ。はい、頑張ってバリバリ栗取りたいと思います。はい、はい、二人がやってきたのは勝浦町で栗や柑橘類などの生産を行っている片山農園。今回はこちらの片山博之さんに教わりながら栗の収穫に挑戦します。楽しみ。拾うの教えますから。はい、籠を持ってください。籠と紙と、ありがとうございます。籠を持って、はい、ほんでこっち来てください。これで挟むんです。これで挟むんですよ。あ、やっぱりトゲがすごいよ。手が痛いけんね、わらわらが立って、もう手では開いんけんね、うんうん、これで挟んで開います。はい、ほらちょっとこっち行きましょうか。はい、もう容器落ちとうよ。落ちとうけん、これをね、こうして挟んでこの籠に入れます。はい、丸ごと。はい、丸ごとです。丸ごと入れちゃう。はい、イガイガのやつを、はい、もうこれ全部入れちゃうんですもん。はい、ほんでやってみてください。あ、いいですか。はい、じゃあちょっとそれを入れる。ほんで、あの身だけ落ちとんもあるんだぞ。あ、ほんまや。はい、ほら、これも拾ってください。あ、わかりました。うん、はい。一つのイガイガに何個ぐらい身入ってるの？3個です。あ、決まってるんですか？はい、一番多いんで3個。いや、1個から3個。あ、はい、2個もありますし、1個もありますし、まあ、だいたい3個が一番多いんです。はい。じゃあたまに6個とか7個入ってるんですか？ないんか、はい、3つが上限。はい、みんな順々にほな拾っていてください。はい、わかりました。あとまたね、身の取り出し方をお教えします。はい、はい、そっか。こんな大きい栗って、これこの栗の実、これなっての頭落ちてきたりしないんですか？します。するんじゃ。すごい。今日ったらね、あの拾っていたこうかがんどるでしょ、はい、今度は背中にパタッと取ってくる時があるんですよ。びっくりしますね。こんなんが落ちるんです、はい、これ落ちてくるそうです。すごい、何の罰ゲームやみたいな。はい、ちょっとここら辺落ちてきそうなんじゃないですか？あ、ちょっとなんでなんで。引き込むな、引き込むな。こういうさ、いや、なんでやね。痛い痛いってなるじゃないですか。はい、はい、見てください。もう次々落ちる準備をしてるんです。あ、ほんまや。いや、これこれね、すごい、これこれ。こう挟んでくるっと回したら取れますよ。取ってこれ取れるんじゃ。はい、届きますか。あの栗の殻ごとですか。はい、長谷川さん、ここにおりますか。落ちるやん。頭にぶち当たるじゃないですか。お、あ、落ちた。なんか皮が落ちた。あ、取れた取れた。あ、ほらほら、取れる。ああ、やっぱ綺麗でしょ。なんかピカピカ。うわ、めっちゃテカってる。栗がたくさん収穫できたところで、次は選別作業に挑戦。イガの中から栗の実を取り出し、出荷できるものとできないものに分けていきます。このすごい大きいね。うん、こういう方に取って、
こうして、ほんで片方こう当てるでしょ、はい、こうほんで今度こっちでこう踏んだら開きますから、これを右だけを取り出す、うん、そう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 、えいえい、結構片山さんがねやってたら簡単そうに見えるんですけど結構、うん、難しい、なんか戻る、こう足こうしたら戻ってしまうから、そうそうそう、やっぱり弾力性があるけんね、うん、はい、でこうしてここを虫がこう取れへんか確かめてからここ入れます、これはいけそうですね、なんでここへこうからはこれはいけて、はい、これはコンテナ入れてください。ちなみに、あ、こういう黒いとこね、あ、これここな、これは虫が入っとんです、うん、でこれはもうふかします、え、はい、あれはダメです、ほらけん、あの、うちの相棒がな、あの、ほら、あの、渋皮にしたり、あんなのを剥いてみていけたら、あれを渋皮にしちゃうんです。うん、あの出荷できんけんね、蒸すときは、はい。出荷しないやつはもうご自身で食べてるんですね。そうそうそう。じゃあ私もちょっとチャレンジしてみます。はい。はい、じゃあ綺麗なやつ、ちょっと剥きやすそうな。うん、あ、これとかいけるんで、ね、いいやつや、はいはい、開けるな、これで、うん、で向きとかあるんですか、おお、こうした方が開けるかな、で踏む、そうそうそう、両旗へ開けるように、両旗開、あー、いけそう、はい、そうそう、いけた、いけた、いけた、前前で、これでほい、ほんで見て見て、虫が食われとらなんだら、あ、ごつ綺麗なんちゃうんですか、いけそう、ね、ね、で、これをこっち、うんうん、他にもいけるかな、うん、いけそう、いけそうですね、はい、あ、これもごっつきれい、いけますね、うん、よいしょ、はい、手ぐれするときはな、こんなとこちょっとは包丁かハサミでな、ちょっと切るんです、うんうんうん、はい、光線とパチンと外れて焼いて焼けてきたら外れますから、はい、ほんでここ切っとくんです、こうしたらならんのです、こういう風にしてのけて、こうしといて焼いたらいけない、ああ、なるほど、うん、やっぱ一手間こうかけてから、うん、やっぱりちょっとかけんとな、そうですね、あの、七輪やで焼きよったらパーンと飛ぶでしょあの、サルカニ合戦で、あ、攻撃する時のクリがね、はいはいはい、火花、あの、いろりから跳ねて攻撃するじゃない、うんうん、ありました、ありましたそれですね、うん、攻撃したいと思ったら、攻撃したらそのまんまご渡して はい、はい、OK です、はい、ということで、はい、全部拾ったやつ、はい、終わりました、ました、はい、これは持って帰りなさい、嬉しい、やった、本日の収穫自分で拾ったんやけどね、はい、わあ、いいですね、はい、ありがとうございますこの後、ご好意に甘えてお土産までいただいちゃいました。片山さん、今回は貴重な経験をさせていただきありがとうございました。食いしん坊村ミニ、6月に田植えを行った弥生紫、長谷川さんが様子を見に来た8月下旬から少し日にちが経った9月下旬の段階ではさらに成長が進んでいます。こちらが8月下旬、そしてこちらが9月下旬の弥生紫の様子です。黒米というだけあって稲穂が少し黒っぽく色づいていますね。おいしいお米になるためにすくすく成長を続ける弥生紫、いよいよ10月末に稲刈りを迎えます。食いしん坊だより、松重トクトクターミナルにある JA 徳島市松重直売所へ食いしん坊予報の情報収集にやってきたキヨさん、細かな情報をお伝えするためにこうして様々なところへ足を運びお話を伺っています。教えていただいた情報をもとに原稿を起こし、次はイラストを描いていきます。絵手紙帳の可愛らしいタッチでどんどん筆を進めるキヨさん、何やらこだわりがあるようで、魚はあんまりリアルに描くと
ちょっとあの小さいお子さんが見た時にこうあんまりこう愛着が持ちにくいような感じになってしまうので、あのそれぞれの魚にまるで性格があるかのようにちょっとこう可愛く描くように心がけています。またそれぞれのイラストの位置は無秩序に描いているわけではなく、キャンパス全体を徳島県に見立て、その食材がよく取れるおおよその場所に描いています。イラストが描き上がったら最後に映像と合成し、楽しく会話を交えながら食材を紹介していきます。で、はい、かぼちゃはほっこりと甘く炊いて、はい、新生姜もたくさん出てきますね。はい、生姜、はい、これからも旬の食材の情報をたっぷりお伝えしていきますので、お楽しみに。食べても食べてもまだ足りないから、食いしん坊食いしん坊、おかわり大盛りで。さて、次回の食いしん坊アカデミーは、なんと飯泉花門徳島県知事にインタビュー。知事の食への熱い思いに迫ります。全部残さずいただきます。食いしん坊アカデミーでは徳島の食に関する情報を募集しています。おすすめの旬の食べ物、もっと美味しく食べるための豆知識など、ぜひこちらまでお寄せください。待ってます。